ありがとう。最初は対馬へって言われたんですけども、はい、対馬は波だって言われてね、このその山越して川俣まで行けば、はい、双葉で双葉の避難 の準備していてくれる人がいるということで、はい、行ったら昼も食べてなかったもんですからね、朝8時頃双葉 の羽鳥の公民館の公民館で一泊したんですよね最初で、その次の日の朝は命令っていうか指令がね点々として、道路は波と双葉と一緒なもんですから、10メーターぐらい走ってそれこそ10分くらい止まって、そういうのの繰り返しだったもんですからね、まあ一番心配なのはどこまでガソリン持つかということだったんですけども、幸い対馬の境というか対馬にガソリンスタンドがあったもんですから、そこで3000円分だったか2000円分だったかのガソリンを入れて、そして山を越えて川俣に来て、川俣ではですねもう道路のこの交差点というかそういうところにあれは警察官だとか交通安全指導員という方かな、あとはその他の方々がもう辻々っていうか角角に立って寄って案内してくれてね、で川俣の小学校へ、まあ、行ったんですけど、すぐそこでおにぎりをいただいたんですよ。これはもうそういう避難の指示が出てから川俣の方もう炊き出しをして待っててくれたんだなと思ってね、それどーっと続いて入っていくが避難してくるわけじゃなくて、それこそ道路は渋滞ですからね、ポツラポツラと入っていって、私らも着いたのは、まあ、かなり遅かった方なんですけども、体育館に案内されてやっと落ち着いたんですけど、きちっと全員に渡るように用意してくれて、で本当にこれはありがたかったと思います。寝るのにが一番苦労したんです。何もないですから、毛布一枚支給されたんじゃないかと思うんですけど、で小学校の体育館に全員収容されたんですけど、下が体幹板ですのでね、板の上に最初はいたんですけど、なんかね小学校の子供用の体育のマットレースがあったんですよね。そこに何人かいたんですけど、空いてるもんだからそこへ、このぐらいの幅ですよね小学生用のマットっていうのは、そこへ何人かで横になってと言っても頭と足出るぐらいのバットですのでね、まあ寝たような、もちろんこんなところで薬レベルるわけはないんですけど、まあうつらうつら一晩、最初の晩過ごしました。私は3日おりました。はい、でその間福島に私の家内の実家があるもんですから、何もこともない、ただ停電と水道の断水だけだということで、
うちに来なさいと言われたもんですから3日目の午前中に川俣から福島の家内の実家に行って、そこで家内の実家に行って1ヶ月近くおりましたですね。どうも私寒がり屋なもんですからね、行ってこたつに入ったのが一番体も温かかったんですけど心も温かくなりました。最初なん2ヶ月か3ヶ月過ぎて、あの県のあの老人会の会合に行って、そこであの全国からの老人会の方々のあの元気袋っていうのをいただいたもんですからね、全員に、それで発送していただきました。あの町としてね、元気袋中に何入ってたとかちょっと忘れたんですけど、あのいろんなあの日用品雑貨っていうかそれが入ってたようですね。全国各地からあの私はね大分県の老人クラブからいただきました。あの赤十字からのあの物資支援っていうかあの6点セットですか、あれもあのちょうど空いてるアパートがあってそこを予約してアパート行ったんですけど、さてその何もないですからね、そこで生活できるのかなと思ったら、あの赤十字で6点セットを出してくれました。これは行ったらすぐにもう次の朝あの配達してくれましたんで、それは助かったんですけど。ありがとう。